おはようございます。うん、ナイツの土屋です。おはようございます。ナイツの花輪ですね。まあ、あの、アメリカの大統領を選ぶ選挙。まあ、通称、お米総選挙が行われてますけどね、うん。言われてねえよ、そんなのね。ね米,米だけどね、うん。一番美味しいお米決める選挙だろ、そんなもん。いや、それにしても、もう土曜の朝9時ですよ。はい。これ、いつまでダラダラやってんですかえ えネタ間に合わなかったろ、これ。いや、そりゃ知らないだろうな。この番組のこと気にしてやってねえ。なんで合わせて作ってるわけねえだろうおかしいでしょ、これ。アメリカ大統領選挙が。ねえ。そんな中、日本ではね、毎年恒例の、あの、新語・流行語大賞ね、30候補が発表されましたけど、いや、今年はちょっとこれ大丈夫なか、偏りすぎですよね。偏った。だって30個すべて鬼滅の刃のね、関連の言葉。そんなことないだろうね。30個全部ですから。いや、1個だけでしょ、鬼滅の刃ってタイトル。いや、その、コロナ禍 関連は多かどね全部鬼滅でしょ。何言ってんの？逆に鬼滅以外の言葉があるなら教えてもらいたい。いくらでもあるよな。いや、クラスターとか、ソーシャルディスタンスとかもそうでしょ。クラスターって鬼の集団のことですよね。違うわな。あんたそれクラスター。ソーシャルディスタンスっていうのは鬼とは2メートル以上間隔を空けて、並んでねって言うんよ。違うよ、だから鬼と一緒に何に並ぶんだよ、それお前。そもそも。いや、あとは三密とかね。三密は密集密接、密理ちゃんですよね。密閉だよな。そういう名前のキャラクターいるのか知らないけども。そうなのえ、二重ってあの、 JY、パークが鬼の中から選んだユニットじゃない全然違うよな。人気出るか、鬼の中から二重気づきじゃないんだ。十二気づきだろ、それはな。二気づき。強い鬼たちの集団でしょうね。えー、えー。それをゲーム化して大ヒットしたのが、うん、厚鬼じゃないの厚森だよな。熱、えー、まれ動物の森。 あれそうなんだ感じがそうだよ。つまり鬼武辻の鬼じゃないの怖すぎるだろうな、<ー>鬼武辻、無残、鬼のボスね、さすがに時を戻そうはわかるでしょう、えー、それはわかります、松陰寺ですからね、ああの鬼殺隊ののメンバーそうです、いそうな名前だけども。うん 鬼殺隊にいそや、違うんだ。えー、ペコパだ、ペコパ。あ、芸人なんですかね。そうですよ。だから、どの鬼も傷つけないタイプの鬼殺隊じゃないんだね。いや、誰も傷つけない笑いと言われるけども、意味ないだろう、鬼傷つけないタイプだったら、いや、いや違います鬼滅に影響されすぎでしょね。実際、あの、 柱たちの流行がノミネートされてるじゃないですか。うん、柱そんなにあの、鬼殺隊の中でも特に強い人たちのこと、はい、あの、香水歌ってんのあれですよ。匂、うん、い柱のエイトでしょそんな柱いねえよな。なんだ、匂い柱ってな。エイトって、8の方のことじゃないのい数字のエイトじゃねえわ。あ、そうなの何言ってんだよ。あとノミネートされてたけど、爪柱のフワちゃんでしょ <laughs> いや、しょっちゅう爪可愛いとか言うけども。あと、タメ口柱とか、スポブラ柱とか、うん。柱多いな。ああいフワちゃん背負いすぎだろ、柱を、まあ。全部フワじゃでもいいよ。 も鬼滅はまあ、そんな鬼滅の刃の主人公、丹次郎がね、<ー>使っているのが水の呼吸ってやつなんですけど。知ってるけど。まあ僕たち漫才師にとって一番大事なのは、あうんの呼吸じゃないですか。うまい。えー、何すか急に、えー、うまいこと言っちゃってとうてゃね。だ、えー、から、改めてもう一ネタやっちゃいますかね。でもう一タえー、土屋さん、漫談どうぞ。えー、そこ漫才じゃねえのかね、えー、いい加減にしろ。どうもありがとうございました。